日テレベレーターの荒川恵理子です。練馬で生まれて練馬でずっと育ってきたので、本当にちっちゃい頃は、ツツジ公園のまだツツジが植えられてない時に南町小学校の方に向かって飛行機を飛ばしてどれだけ飛ばせるかっていう遊びをして南町小学校のフェンスに飛行機を引っ掛けたりとかして遊んでたりしてました。あと小学校の頃は、練馬総合グラウンドに試合によく行ったりしてて、周りにある緑の木がすごく大きくてとても印象的でした。よりどりみどり練馬プロジェクトを応援してます。イエーイ。